暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手の鳴子です。公文書非開示決定取り消し訴訟、つまり正式名称はゆりこのり剥がせこらおい、何が都民ファーストじゃい、のりをやめます、公約消してなかったことにしてんじゃねえよ、おいゆりこ訴訟についてですね。正式名称なんですね。都知事小池百合子からまた反論が来たんですが、中身がほぼループしてます。一応新しい反論としては、どうやったらそんな情報からシェルター割り出せるんだよオラエ百合子に対して、それを言ったら犯行方法を教えることになるから言えないけど方法はあるもん、というクソみたいな言い訳が増えたくらいかな。小学生かな百合子。というわけで反論がループしてるため、2については次回決心することになりました。1についてもいくつか詰めの整理をしたらおそらく決心することでしょう。ユリコが牛歩戦術してた割に決心早いですね。決心っていうのは争点や主張はもうないですねって裁判官が判断したらするものだからね。主張がループしたりしたら、じゃあもう決心しますねってなるよ。なるほどですね。え、ここでノリ剥がせ判決が出れば他の住民訴訟にも効果があると思うので、ノリ剥がせ判決が出るといいなぁと思います。そもそも公約通りノリをなくしてたらこんな訴訟はいらなかったんですけどね。ユリコ、俺がお前の公約実現してやっからよ。抵抗してるのもユリコですけどね。書面はノートで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。YouTube とノートの売り上げは探偵と助手で折半しています。個別の投げ銭は探偵はノートのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします。それではまた次回お会いしましょう。